1997年4月からポケモンマスターを目指すマサラタウンの少年サトシ、彼の長い旅路は2023年3月に幕を下ろした。最後に繰り広げられた熱いバトルは誰もが心を打たれ視聴者に感動を与えた。そんな熱いバトルは私豆山の心にも火をつけ、豆山はポケモンバトルの世界に飛び込んだ。ついにランク8まで来ましたね。こっからね、もうちょっとでハイパーボール級になれるっていうところで今日もやっていきたいと思います。はい、対戦相手見つかりました。もやしさん、対戦よろしくお願いします。うわー、すごいパーティーだな。ドラパから入ってサフゴでこれでいきましょう。うん、どうだろう、めちゃくちゃ悩むけど、とりあえずサーフを刺さってそうな感じするんで。アイコンがね、かわいいな、もやしさん。お、おばあちゃんノリノリですね。はい、ストリンダーから来ましたね。はい、これはドラパルトで、これはね、もうドラゴンアローぶち込んであげて、後ろでね、受けられるの多分無人ぐらいなんで、とりあえずドラゴンアローで。お、刺さった。いいね。はい、1発2発でストリンダー撃破。完璧。いいぞ。で、次に出てくるのが、無人ですね。無人はクォーツチャージかな？はい。クォーツチャージですね。素早さが高まりました。これドラパルト抜かれてる気がするんで、一旦サーフ王に下げますね。うん、サーフ王バックでいい気がする。これで、まあフェアリー技はサーフ王で受けれますよと。さあどうだ。お、フェアリー技ソウルクラッシュ。はい、これはね隠密マンド持ってるんで下がりません。はい、じゃあ一旦悪巧み積んじゃおうか。お、影打ちを持ってる。あー、結構削れちゃいましたね。アルダックに積んでここにダンク上がりましたね。でね、鉄の武人って結構道連れ持ってるんで、そこだけめちゃくちゃ警戒したいんですよね。で、ここのターンでね普通道連れ打ってくる気がするんで、ちょっとあえてもう一回自己再生挟みます。さあどうだ。あー悩んでる。あー、鍵打ち。おっと、相手も読んできたか。うん、うわー、なんか怪しいぞこれ。突破できないの分かってるけど、引かないってことは持ってるな。あー、これ悪だくみしましょう。来るでしょう、そろそろ。あー、来ました道連れ。もうね、もう効かないよ道連れは。よーし、じゃあ悪だくみ進んで、はい、じゃあこのターンにね殴っていきます。はい、シャドーボールね、鍵打ちしかないもんね。あ、これは汚いことが分かってるんで、シャドーボールで敵の無人突破させてもらいました。うん、サーフボー強いぞ。さあ相手のラストって何だろう。後ろにねムキムキにドラゴン2体控えてるからね。さて、じゃあこれはテラバースト格闘で吹き飛ばしましょう。これね泥棒とかあったら嫌なんでね。うん、さあテラバースト格闘2段階上がった、いや4段階か、4段階上がったテラバーストの威力食らってくれ。お、相手もテラスタル。相手は水とかね多いよね。あ、水テラスタル、なるほどね。うん、ただ格闘は遠映えのため、さあ直帰とか来てない限り、直帰でも無理かな多分。お、
パンパンでしたね。はい、無事撃破することができました。いいぞ、サーフボーでサーフボーであっさり勝ってしまった。もやしさん対戦ありがとうございました。だいぶあっさり勝ってしまったなさあ、もっとハイパーボール級目指してね、どん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 上手くなっていきたいと思います。いや、今回はサーフボーさんほんと頑張ってくれたんで、しっかりと勝利をつかむことができました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。またねー。